M78 完全破壊計画。再生怪獣を生み出していたジェロニモ、改造怪獣を作ったバルタン星人、そしてカオスヘッダーの復活、その全てを影で操っていたのは、かつて地球を手に入れようとしウルトラマンの手によって退けられた悪質宇宙人メフィラス星人であった。平和のシンボルであるウルトラタワーが破壊され、メフィラス星人の計画を実行する3つの影がそこにはあった。ウルトラの国の軌道を司り、惑星をも破壊する威力を持つウルトラキー、それを奪ったのはウルトラセブンと酷似した黒いウルトラマンであった。
ウルトラの国の平和を生み出し、さまざまな現象を引き起こせるウルトラベル。2人目の黒いウルトラマンはそれを奪い、ウルトラの国の都市部へ。そこにウルトラマン太郎が現れる。ウルトラの国を襲った黒いウルトラマンたち。その正体はメフィラス星人がジェロニモン、バルタン星人を利用して集めたウルトラ兄弟の戦闘データをもとにカオスヘッダーのコピー能力で生み出したカオスロイドであった。ウルトラの国を照らす人工太陽プラズマスパーク、それを暴走させようとする最後のカオスロイドのもとにウルトラマンが駆けつける。
カオスロイドの侵略からウルトラの国は守られた。しかしメフィラス星人の計画はまだ終わっていない。